クネショータイム Are you ready? Yay! レッツアウトスクネショータイムレッツアウトスクネショータイム Are you ready?踊れないけど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 
しておめでとうございます。鈴木です。今年もようやくこの街にやってくることができました。ジェニファーのゲリラありがとう。帰国子女でもないですね。あの彼女たちはですね、もう外国で生まれ育ってですね、ここで、よくぞ私どもを呼んでくださいました。これも何人かわからないような感じでやってるけどね、いいですか、れっきとした日本人です。オンベーススパイシーマリコ。いつもはドラム、本日は特別にパーカッション、あかねちゃん。ちゃんが弾いている時に、あかねがこのパンツを履いている姿を見ながら、私たちもなぜここにこの格好でいるのかと思いました、ね、そうだよね、どこで見つけるんだろうね、こういう衣装に、ね、そうですね、地下1階の断水ショー売り場とかで手に入れるんですね。どうでもいい情報です。オンバカショー、あかね、ご存知、木村カエラです。バタフライ今日は今までどんな君を見つけしふふふふ結ばれてるふふふ。いつもより可愛い歌っております。今年は可愛くいきます。いいですか。では皆様、本当に今日はここからですね、ジェニファーのおかげでですね、皆様を長時間拘束していいっていう許しが出ておりますので、皆様を本日もジャパニーズソウルミュージックの旅にお連れします。ソウルトレインに乗り込む準備はできてますか。今日は席がワイドだね。ソウルトレインに乗り込む準備はできているかい。ソウルトレインに乗り込む準備はできているのかい。ソウルトレインにライドダウンする準備はできているのかい。そんなもんじゃねえだろ、いわき。 Are you ready?くださいよ。 Are you ready? Yeah! Yeah! めっちゃ遅いスピードになります。 Come on! Let's go! So don't let me 取り込んで君に会いに行く。 Don't go back の君に会いに行く。
きろ、みんなが引きろ、引きろ、引きろ、引きろだ。かと思うんですけれど、初めて見た方はね、もちろんご存じないと思うんですけど、女3人で、同じ衣装を着てですね、彼女だけがこれじゃなくてドラムという楽器を叩いて、演奏しているバンドなんですけど、ずっとこう、ライブを続けてきて、去年は3人メンバーがね、4人いたんだけど1人子供ができて、3人になってね、3人で初めてアルバム3人というアルバム出しました。どんだけ言うんだよね、3人だって言います。もうすごい主張しながらですね、作品を作ったんですけど、その中の1曲ですね、世界平和を歌った歌がありますので、これからやりたいと思います。いいですか、小麦粉こねるという曲です。いいですか。はい、はい、そうです、はい、そうですよ、はい、そうです、小麦粉こねてます。いいですか、はい、イライラしたら、はい、人を殴らない、小麦粉をこねよう。世界中のみんなが小麦粉をこねれば戦争なんかなくなると思って。はい、ワン、はい、ツー、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。
全部やってくれる機械ですね。すっごい矛盾して、もう大体自分の作る曲どんどん矛盾しててね、私も錯乱しながらねいつも歌ってるんですけど、それも自分がね毎日毎日変わっていってて、こうね落ち込んでる人もう相乗誰も手つけられないぐらいそうなね時とあって、そういう時々にこう曲を作っているのを皆さんの前で30分でまとめてやってるからね、かなり相うつな感じでね、私今の皆さん今日は特に私の相と鬱の部分を、ね、両方見せれると思うのでね、ぜひ楽しんでてもらえればと思いますけど、つくなし去年は本当にね3人になってメンバー、私本当にキーボードに頼って演奏していたので、ギターをここにぶら下げてこういうことをやってたんですギターってぶら下げるもんだと思ってたからねすごいもうバンドなんかできないやってずっと思っていたんだけど、もう思いのほかみんなが本当待ってるよって、いいじゃん下手でもって言ってくれて、もう待って待って3人でもいいよおいでって、ここもそうみんな言ってくれて、そのおかげで本当一本もライブをね断らずにライブができて、さらにまた来てねって言ってくれる人がいたりとか、初めて見たけど楽しかったって言ってくれる人がいて、本当に去年は実りのある1年になりました。自分の想像を超えてね、ね、すごい調子に乗ってメキシコ行っちゃったよメヒコねあそこのメヒコじゃないよあそこのメヒコも行ったけどねあれ衝撃でしたね楽しかったね、フラミンゴは至近距離で見れるね、フラミンゴまさかフラミンゴ見ながらご飯食べると思ったフラミンゴは食べないですけど、ね、今間違えちゃいましたね。メキシコも結構危険地帯が多いんですけど、安全って言われてるようなユカタン半島という地域にを、半月だけど回ってね、本当素晴らしい出会いがたくさんあって、美しいカリブ海見ちゃったよカリブ海だよカリブ海見ながらドリトス食べてたよ私はこっちの2人がモテモテの時間にね、私は1人でもドリトスを食べてる全然なんか風情がない感じでね、過ごしてましたけど、ね、はしゃいだよね、海でね、はしゃいだよね、はしゃいでたよ、もう後で聞いてやってくださいね、どんだけはしゃいでたかね、本当に私がドリトス食べてる間どんだけはしゃいでたのかね聞いてもそれでもいい写真載っけちゃったからさ、じゃあ今ドリトス食べ終わって昼寝してる時に口開けて寝てるの勝手に開けたんですよ皆さん人の写真あげるときは必ず本人に断りを入れてからね、ウェブにあげるようにしてください。結構ざわついてたよねでは皆さんが去年一番浮かれた海を思い出して聞いてもらいたいなと思います。始まりの旅という曲を。太陽が雲をくり抜き、あなたが指差し
ではなくて今はそこの麓で、観光でね営んでいた町は本当に誰も来なくなってしまって、御嶽スキー場っていうのもあるんですけど今はお客さんが誰も来なくて今閉まっています。なんだろう、こうね、東日本の 大震災があった時さ、本当私はみんな知り合いがたくさんもうすでにいたから一言じゃないって思ってましたけど、自分のふるさとがあんななって誰も来なくて、新聞で住んではいけない街って言って載ってて、週刊誌かな、自分の街の名前がそこにあるのを見て初めて住めない街に住んでいた人の気持ちが初めて、なんかほんの少しですけど、ほんの少しでもなんかちょっと分かった気がします。今もふるさとにはうちのお父さんとお母さんと弟が、いい感じで住んでます。いい感じいい感じでね。あと野蛮な犬とね。野蛮な犬って失礼だな、本当にペットだよ誰も近づかないでくださいっていう犬です狂犬ラッキーって呼んでます
そんなことないでしょ。触らせませんか。本当にあの可愛いのにね。そう可愛い。あの本当にうちの父さんで、あの話長くなっちゃうな、ムツゴロウみたいな飼い方するから犬がだいぶあのだいあの狼みたいになっててですね。本当あのそんなことを話す予定ではなかったんだけども、あの愛すべき家族が今も故郷にいてね、私はあの家族のおかげで今ここにあるし、謝りながら生きてるけど、でも今本当に心から応援してくれてるのも、私の家族でもあります。ありがとうという曲を一曲。ありがとうお母さん、リンゴを送ってくれて、ダンボール一箱食べきれないけど、ありがとう。Thank you.
I'm not afraid to die.
してます。ありがとうございます。本当いろんな曲があって、今日はね本当こういうセットでなかなかできないので、もう一曲ちょっと、私たちの中ではおとなしめの、おとなしめですけどかなりひびくれてた気持ちで作った曲で、曲やりたいと思います。永遠てという曲を聴いてください。永遠の愛を誓うよなんて歌が流れて泣きそうさ。明日の晩飯は何にしようかなんて話ができる、それだけでいいのに。 Oh, oh, さあ練習します。はい、ワン。
はい、ツー、はい、ワン、ツー、スリー、チョークショック、チョークショック、はい、チョークショック、チョークショック、はい、チョークショック、チョークショック、はい、チョークショック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 、私すごいバラード歌い続けてきてすごい胸が痛い、これ自分で決めた曲するんだけどね、もう胸が痛いんで、皆さんいいですよ、いいですか、歌というものは心を込めてこそ歌です。いいですか、こんな曲もいろいろあったろ、みんな去年もいろいろあったろ、引きずってるだろ、新しい素敵な年を迎えたいだろ、もう2月だけど、もう一回練習します、ワン、ツー、スリー、チョークショック、あいつのことなく、うわ、チョークショック、チョークショック、チョークショック、だからもう去年の夏で終わり、チョークショック、チョークショック、でまたメールしてくれ、チョークショック、チョークショック、 OK、 どんなことがあってもこの歌を歌い続けていこうと思います。ハサミの準備はいいですか、ハサミの準備はいいですか、ハサミの準備はいいですか、ずっと忘れようとしていたのに忘れられなかったあいつの思い出の準備はいいですか、恥ずかしがることなんてないんだよ何も恥ずかしがることなんてないんだよ、お前の忘れられない思い出、私が全部切ってやるよ、チョークショック、はい、チョークショック、チョークショック、チョークショック、チョキチョック、チョキチョキ、はい、チョークショック、Bye.
ほら大人の大人の女私の思いだけ断ち切ってくれればいい。
というバンドが、ここにできてね、それで、私たちの曲を歌ってくれたりして、そして今夜はジェニファーがゲリラと一緒に私たちの曲を歌ってくれたりして、なんだろう、自分たちの元を離れてその曲が誰かがまた歌い紡いでくれるっていうことって本当に当たり前でなくて、ものすごい嬉しかったんですよね。それをまた私も全国のみんなに、いわきのみんななんですって言いふらしながら、ものすごい、ここのみんなは私にとっては結構特別なんですよね。来るとなんだろう、久しぶりっていうよりはただいまって言いたくなるような人たちばっかりです。いや変人ばっかっていう意味じゃないよ。でも落ち着くんだよね。なんか本当みんながあったかい気持ちで迎えてくれて、多分あったかいとか、いや暑いって言った方がいいのか、暑苦しい、いや、なんかそのぐらい大好きな人がこの場所にたくさんいます。一緒に音楽を作っていけるなって、一緒に音楽のシーンって言ったらなんか硬くなるけど、でも音楽の輪をこの人たちと一緒に広めていけるなっていう仲間がね、ここにはたくさんいます。本当ソニックもそうだし、このバローズもそうだし、ここに集まるみんなも、そして、いわき以外のね、福島も本当郡山の方もさ、猪苗代の方も、私にはたくさんの仲間が、音楽の仲間がこの福島県の中にできました。もう本当に感謝感謝、この仲間と一緒に本当に音楽からしっかりとした輪を広げてつなげていきたいなってね、バカみたいな歌歌ってるけど、でも全力だけど、本当に心から思います。一曲ヘデナシの人たちが歌ってくれている曲を歌いたいなと思います。今日までいくつの痛みと苦しみを忘れようと
したでしょうか。今日からいくつの喜びと悲しみを抱きしめられるでしょう。
本当長い間大丈夫ですか。ありがとう、ありがとうございます。次で最後の曲です。本当に今夜はありがとうございました。一番最後の曲、せっかくなので今夜呼んでくれたゲリラ、よかったらギターで入ってもらって一緒にやりたいと思います。そしてゲリラ、大きな拍手を。そして素晴らしい歌を聴かせてくれましたちえみちゃん、大きな拍手を。最高、お父さんに聴かせたいパイナップル一人目、大きな拍手を。本当に今夜ありがとう、もう集まってくれたみんな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 、もうまた来るのでぜひ来てくれるかな。いいの、古い。よき。本当にありがとうございました。もう愛を込めて最後に一曲、本当ずっとずっとバンドで歌い続けてる曲でね、ジェニファーも歌ってくれた曲を最後に一曲やって終わりたいと思います。ジェニファーもよかったら一緒に歌ってもらいたいよ。センターいいね、だいぶステージ上が国際的になってきてる。あ、マイク持ってジェニファーお仕事してね。ジェニファーの好きな食べ物は何なの。カニ味噌。完全に今乱されてしまったね。完全に乱されてしまった。ジェニファーはね、ずくなしにね、一通り好きな食べ物と嫌いな食べ物聞いて何も言いませんでした。いいけど、本当に今夜はありがとう。では、ずくなしフィッチャリングジェニファー&ゲリラ、シャイロワイゼイ。誰もなくない。
じゃあこの勢いのままねラストじゃあもう私たちの曲でもしよかったらねパイナップル一人目と、ちえみちゃんとステージに一緒に上がってもらってなんか合唱できるような曲なのでね来てもらってもいいですか。合唱もしくは踊り新しいシェイカーですね、ありがとう、もう最高ですね、ありがとう。じゃあちょっと最後にジェニファーから一言。みんな、ありがとう。何も言えない。本当に強烈、もうジェニファーこういう本当にいろんなミュージシャンに会いますけど、これこんなジェニファーみたいな人本当どこにもいませんからね。逸材です、本当みんなこの街の宝にしてください。ジェニファー&ゲリラ。ジェニファーがキャラクターを戻せないでいるのはすごく気持ちがわかるよ。そして、ね、去年開いてるフェスでも一緒に出させてもらった稲橋のね、フェスで、一緒にやらせてもらった、パイナップルもともとフリーウェイですよね、今やパイナップル一人ウェイとして活動されて、本当あの歌笑っちゃうんだけどもうすっごい響きますよね。なんかうちの本当に実家に送りたい歌です。パイナップル一人ウェイ、大きな拍手。そしてジェミちゃんたらもう陰にいるんだからこれ。素敵な歌声、本当にこう異色の組み合わせだと人は思うと思いますけど、私は彼女の歌声が大好きだし、彼女は私の歌声が大好きでいてもらえたら嬉しいなと思います。やったー、素晴らしい、今日はびっくりした、初めての出会いでこんな素敵なまた音楽に出会わせてもらって幸せです。ちえみちゃん大きな拍手を。では最後にね、本当にいつもこの、いわきとかもう福島 の各町を回って歌う時にみんなが本当大きな声で歌ってくれて、曲も人みたいに育っていくんだなって実感している、そんな曲を最後にせっかくみんな立ってもらってるんでいいですか。子供の頃合唱でどのパートだったか覚えてますか。ソプラノアルトデノールバスですね、この辺ね。この3人はバスですね。バスですね。目の前にバスの人たちがいっぱいいますから。私が割とメロディを歌うから適当にハモってもらっていいですか。感覚でハモってもらっていいですか。そしてみんなが本当にこんなに近くにいてでっかい声出せる場所ってなかなかないから、自分の声がどこにいるか分かんないぐらい大きな声をみんなで出して最後終わりにしましょう。本当に今夜はありがとう。We sing、 みんなで歌おう、ワンボイス、一つの声で、そんな歌を。 We sing、 みんなで歌おう、ワンボイス、一つの声で、思いを乗せて、願いを乗せて、悔しさも悲しさも乗せて、楽しい想像も夢もいっぱい乗せて歌を。 We sing one voice、 こんな風に。We sing one voice。
ありがとう。こんな夜遅くまでみんな帰りは気をつけて帰ってね。途中浮かれて速攻に落っこちないように。ここで打ち上げやるからみんな打ち上げは打ち上がりたい人は残って。今日みんな本当にありがとう。